ャップだ。ここを今日に誘った、ね、誘ってくれた。実はここ面白くて、うん、メルに楽しんでもらいたいなと思って。1回やったことあります？あります。今日2回目なんですけど、メル初めてということで楽しんでください。はい、みさちゃんのおすすめですので、はい、行きましょうか。はい、行きましょう。メルがオープンだと。どちらでも大丈夫。かしこまりました。はい、ではちょっと説明させていただきます。ジライヤコースですね。忍者修行とお飲み物と忍者服のレンタルがセットになったコースでございます。修行が3つ行います。はい、手裏剣の修行、あちらマットがございます。はい、鉄の手裏剣をバシバシたくさん投げていただきます。はい、そして吹き矢の修行ですね。吹き矢ってご存知ですか？やったことあります？やったことないですね。はい、あ、じゃあちょっとお出しします。忍者エール。忍者エール。なんか最後の忍者はいつだった？なんか数百年前、百年前。あ、難しい。その歴史の話は難しね、見て、メル。あ、手裏剣の上に違う形じゃん。手の方が強そう。あ、そうなの。悲しいですか。バイバイ。黒いね。うん。味は、味は同じ。ジンジャーエール。そう。忍者や。This is really cute. So, これは忍者カフェのカフェの部分。そうね。そうそうそう。じゃあ私は選びました。これ。これでいきます。滑らせて前に出す。で、刀は体の正中線真ん中に。まあ、そのまま切り上げていただくやってね。でもう一度上段の構えから、最初の、はい、ドーン。まあこれはこうでもいいし、いただいて手下げていきます。はい、手下げり、手下げり、手下げり、突き、突き。はい、戻って戻る。え、逆だ。え、どうやって正しくした？え、あ、意外と重すぎると飛ばないので。あ、程よい重さに。でもこれ当たったら痛いよ。この漢数字の10123456789010の10の漢字に似ていることから10。あ、その10か。強く握りすぎてしまうと離すタイミングが遅くなって手裏剣下に落ちていきがちなので、ちょっとこれぐらい、ちょっと動くぐらい、うん、うまっ。かなりまっすぐ飛んできましたね。素晴らしいです。素晴らしい。この的もボロボロになるにつれて我々忍者が新しく作り直しているんです。いきます。ウィー、おー、素晴らしい。さすがです。はい、いきます。はっ。あ、でも他のもの邪魔だったから。そうだね、入らなかった。これを取って手首には。はっ。あ、そう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 。やっぱスキルなくなった。意外と行く。手に飛んでいたので。Obviously. I'm doing this from on brand. So much fun.
真ん中ちょい。すごい。今日すごく楽しかった。新しいスキルがもらった。うん。実は手裏剣と、うん、これ何だったっけ日本語で。吹き矢。吹き矢。うん。吹き矢。上手だったって知らなかった。もっと練習しないとプロになります。もうプロです。メルが一番上手でした。すごく上手だった。よくできました。2人とも楽しかった。一番楽しかった何だった？手裏剣。手裏剣？多分これかな私。ね。そう。ってなってたもんね。一発で真ん中に。気持ちいいね。すごく気持ちよかった。ここまで。はい、こんばんは、ミサです。今日は浅草ビューホテルアネックスロックさんに来ました。とっても楽しい、初めて見られるステージがあるので、みんなで楽しみましょう。いきます。あとは今日は私のお友達も招待させていただいてます。ちょっと行きましょうだった。ポスターもらったから後でタイミング見てありがとうございます。ありがとうございます。ビューホテルさんが招待してくれてこちらに来ています。今日は実はメルと遊びに来てます。ありがとうございます。今日は今何時だ。今9時。あ、9時前。9時だけど、ギリ9時だけど。こちらはもともと浅草で有名なビューホテルさんがありまして、新しくできたビューホテルさんでございます。今日ね、5時から遊んでます。今9時。そう、今9時。初めてですか。初めてです。私も初めてね。楽しみしてます。ちょっと一回ごめんね、急いでインスタ投稿するね。おそいらっしゃいました、浅草へ。楽しんでいただきましたか、浅草は。皆さん遊んできましたか。再都市にしてきましたか。これからね、まあ夜のディナーショーというような心持ちでね、芸者衆が出てまいりますね。でまず芸者衆のご紹介をさせていただきたいと思います。というところでお姉さん、出てきてくださいまし。よいよ、はい、なんとなく拍手していただけるかな。くださる地方と申します。しさ姉さんでございます。Thank you.
いただきまして、先ほど申し上げました、今日はですね、また夜にですね、いいものをご覧になっていただきたい。青い方の手ぬぐいはこんな風に半分にしましてね、黄色い方の手ぬぐい、こちらですね、結びます。でこの青い方の手ぬぐいは半分にしたところを八分以上にいたします。さあ、準備は整いました。文化度の高い皆様にお送りいたします。世界の名画よりフェルメール。道具を出します。何かに見えたらオナムさん。
もうね、覚えていただきたい。せっかく戦略だと。こういうのがあるんですよ、名前のカードね。このホテルを作っていただいたんでね。ちっちゃくて可愛い。ありがとうございました。おいらは分かるよ。いいセスタ。日本語上手ですよ。まだまだですよ。あ、謙遜まで。日本人。日本人。芸者種の中では可愛い人がいるんですって話題になってます。お姉さんもお姉さんに聞いてる。もう本当に来てらっしゃるって思います。あ、そう、人力車引いてて、お姉さんも浅草さんにお世話になってます。すごい。意外と楽しいんですか？意外と楽しいんですか？あ、あります。ギャップがいいですね。全然ない、ないんですけど。気持ちで引っ張ってるんですよね。かわいい。いろんななんかフィジカル冗談があった、うん、だからそれだと誰でも分かれるかなと思ってる、うんうん、すごく面白かった。そうだね、特になんかニワトリとか、あ、ねえ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 あれすごく面白かった。確かになんか言語が分からなくても楽しめる、うん、そう、うん、それすごくいいと思います、うん、おすすめです。そう、これそう、ね、素晴らしい経験だと思います。ねえねえ、私たちもすごく楽しかったそう、ね、メルずっと笑ってたもんね。そう、なんかこの筋肉ずっとずっと使ってた。ずっとなんか面白かったって、ね、素敵だ。撮影してるの忘れてましたね。そう